マキシム機関銃は1884年にイギリス生まれのアメリカ人発明家ハイラム・マキシムによって作られた世界初の全自動式機関銃である。最初期の実用的な機関銃であり、以後の戦場に革命をもたらした。一丁だけで多数の敵兵をなぎ倒せる弾丸を連続発射できる銃の戦場における有用性は明白であり、 多くの発明家が設計に取り組み、そのいくつかは実用化された。本銃の登場以前には、手回し式のクランクハンドルや多重心を使用した、ガトリング砲やガードナー機関銃があった。しかし、マキシム機関銃は、空薬莢の排出と、時段装填に射撃時の反動を利用する、完全に人力を要しない、作動機構で作られた初めての自動銃で、以前の、 あらゆる連続発射方式を一掃した。現代の機関銃と比較すると、マキシム機関銃は重く、かさばり、扱いにくい。水冷式で冷却水はすぐ蒸発するため、連続使用には、コンスタントな水の補給のほか、数百発ごとに必要となる、交換重心、そして無論銃弾の補給が欠かせず、運用や移動に数名の人員が必要だった。 そのためこの機関銃は通常数名からなる機関銃分体によって運用された。しかしマキシム機関銃は試験で毎分600発を射撃できることを示し、これは同時代における後葬式のボルトアクションライフル約30丁の火力に匹敵した。三脚過剰に据えた初期型のマキシム機関銃。初期型は水タンクがないマキシムは最初に マキシム銃機会社を設立し、主として、有志は高工業の起業家、エドワード・ビッカースの息子である、アルバート・ビッカースから受けた。マキシムの機関銃の発明と生産の拠点となった工場の、その上の青い飾り板は、クラーケン・ウェル通りにある交差点に面した、ハットン庭園から望むことができた。アルバート・ビッカースは、会社の会長となった。 後年、この会社は、スウェーデンの競争企業である、ノルデンフェルトと、業務提携し、マキシム・ノルデンフェルト重機団薬会社となった。1895年の定止症重書録、ロンドンにおける企業の1579ページには、マキシム・ノルデンフェルト重機団薬会社のオフィスが、ロンドン SW、ビクトリア通り32に所在すると記載されている。 最終的に同社は母体であるビッカース会社に合併された。製品は最初にマキシム・ビッカース機関銃となり、その後ビッカースの再設計によってビッカース銃機関銃へと到達した。1866年、この当時はカトリング法が開発されたのと同じ時期であった。当時26歳のマキシムは仕事でジョージア州サバナを訪れた。 その滞在中、友人たちに射撃練習場に誘われる。マキシムが滅多に触れることのないスプリングフィールド銃がそこで使われていた。みんな腕の立つ射撃手だった。マキシムは目を見張る。しかし最も強烈な印象を受けたのは射撃時の反動であった。あの力強い反動は必ず何かに役立つとひらめいた。そのひらめきがある発明を生む。 そして従来型とは似ても似つかぬ銃が誕生した。それがマキシム機関銃である。マキシム機関銃の開発につながる。最初の特許は1883年6月及び7月に登録された。最初の試作型は1884年10月に招待客へ展示された。機関銃と戦った、軍の装備ヘンリー・モートン・スタンリーのにより、 マキシム機関銃の試作銃がエミンパ社救援遠征隊に供与され1886年から1890年にかけて使用された。槍と盾が主要装備のアフリカ諸民族に対しては効果絶大であった。マキシム機関銃を配備した世界最初の部隊は1889年のシンガポール義勇軍部隊だった。 これは現在独立しているかつてのイギリス植民地の一般人からなる義勇兵の防衛部隊だった。本銃の殺傷力は時代遅れの突撃戦術に対して破壊的な効果を発揮し19世紀後半におけるアフリカのヨーロッパ植民地下戦争において重要な役割を演じた。1893年から1894年に かけ、マキシム機関銃は、ローデシアの第一陣デベレ戦争で、イギリス植民地部隊によって使用された。シャンガニの戦闘で、槍と棍棒を武器にした、デベレ族の戦士たちは開けた地形での正面戦闘に、おびき出され、4丁のマキシム機関銃を装備した50人の、イギリス兵が、突撃してくる100倍に当たる5000人のデベレ戦士を、撃退した。 歴史家で作家のヒレア・ベロックは何が起ころうと我々にはマキシム機関銃がある。そして奴らは持っていないと要約した。一方、デベレ側の被害は悲惨でどれほどの涙を流しても殺された選手たちを痛むに足りないと記述される大被害をこむった。しかしながら植民地での戦いにおけるマキシム機関銃の 破壊力は俗説によって、しばしば過度に強調された。現代の歴史の報告書はそれを暗示しており、この兵器は、マタベレ戦争や1898年のオムダーマンの戦いのような、正面戦闘の状況では、効果的だった。その重要性は、体への影響と、同じく、心理への影響のせいでもあった。マキシム機関銃の大口径化されたものは、 マキシム・ノルデンフェルトによって製造され、1ポンドの砲弾を発射した。これは発射音からポンポン砲として第二次防ア戦争で知られ、両軍で投入された。マキシム機関銃は1901年から1902年に今日のナイジェリアで勃発したアングロアロ戦争でも使われた。ヨーロッパの陸軍と海軍による 段階的な採用大口径のマキシム機関銃。アメリカ海軍の軍船ビクセンに搭載されたもの。まず、マキシムの会社は、兵器の有能さに関して、ヨーロッパの機関が革新するところのいくつかのトラブルを抱えていた。一般的に、兵士には機関銃に対する大きな不信感があり、これは戦いの最中、肝心な時に玉詰まりを起こす。 機関銃の傾向から来たもので、しばしば犠牲者を出す結果となった。1906年の書き物である小戦争では、1900年代の機関銃の重要な問題において、この時期、マキシム機関銃が他の機関銃よりもかなり信頼できることに注目している。著者が注目している440ページからは、従来の形式は任務に適切なものではない。 これらの機関銃は、ウルンディで弾詰まりを起こした。また、ドゥガリでも弾詰まりを起こした。また、これらの機関銃は、アブクレアとトフレクでも、作動不良となった。いくつかの場合は、不運な結果による。マキシム機関銃は、従来のクランク作動の兵器よりは信頼性が、高かった。しかし、機関銃であるが、ための不振は根深かった。また、 兵器の信頼性は証明されねばならず、配備へ移行する以前に完全に試験されねばならなかった。さらにもう一つの実際的な問題は、マキシム機関銃の位置が連続射撃から生じる砲援によって簡単に暴露されたことだった。そこで国家や軍当局の関係者はこの兵器の採用を嫌った。無煙火薬の出現はこの状況を変える助けとなった。 マキシム機関銃は、ガーネットワースリー卿の紹介と尽力によって、イギリス陸軍に採用された。彼は1888年、イギリス陸軍の最高司令官に任命された。同年10月には、彼は120丁のライフルと同じ光景を持つマキシム機関銃の発注を命令した。これは、マティーニ・ヘンリーライフルと共用の、577、 450弾薬を使用した。ワースリーは以前アフリカへの軍隊の遠征を主導し、軍の改革と再建の強い支持者であるという評判を得ていた。彼がアフリカで実証を行った時、彼はそこで機関銃の使用を他と区別し、また他の方にはまらない戦術を調べるため、エジプトキャメル部隊を設立した。機関銃のデザインは、 ヨーロッパの他の国々のいくつかによって購入され、兵器の技術競争が開始された。マキシム機関銃が最初に重要な任務に使用されたのは日露戦争のことである。そこで、ロシア軍は大量のマキシム機関銃を投入した。赤軍兵士とマキシム機関銃。第一次世界大戦により、大多数の軍は改良型の機関銃へ移行した。 イギリスのビッカース銃機関銃は改良され再設計されたマキシム機関銃だった。これはイギリス陸軍に1912年にもたらされ、1968年まで運用された。生産拠点はケント州のクレイフォードが占め、少数の機関銃はそこで製作された初期の服用機にも搭載された。ドイツ陸軍の MG08 重機関銃及び、 ロシア陸軍の PM1910 機関銃もまた、マキシム機関銃の多少の直接的な影響を受けている。マキシム機関銃はまた、ロシア内戦の間に投入され、これは1917年に起こったロシア革命へと続いた。当時の絵画には、後方から迫ろうとする白軍の連隊に発砲するた、チャンカとマキシム機関銃を描いたものがある。 少数のプロパガンダ用の社会主義リアリズムの芸術では、機関銃に配置された人員にレーニンさえも主演させている。しかし実際に彼がそうしたかについて、これは極めて非現実的である。無政府主義者は、この牽引型機関銃をネストル・マフノの作であるとしている。スイスの機関銃。機関部は1894年型マキシムの役室を、 使用。7.5mmGP11 弾を使用。イギリスドイツ帝国ロシア帝国、ソビエト連邦スイス日本マキシム機関銃は、ベルト球団と三脚化を広く行き渡らせた。初期の機関銃は、通常、砲兵の正体のように打載されており、球団はホッパーで行った。一丁のマキシム機関銃の派生とみなせる銃が、アルゼンチンで開発された。ありがとうございます。